シクロペンタジエンは、分子式 C5H6 で表される、5因間構造を持つ関式ジエン。炭化水素の一つ。IUPAC 名は、シクロペンタマイナス1、3次ン。分子量66.10、有点摂取85度、沸点摂取42度、小脳によく似た、特異臭を持ち、常温常圧下で、無色透明の液体である。 CAS 登録番号は542から92から7。エンド藤ジシクロペンタジエンシソイドハイザ型が固定された位置、3次元構造を持つためディールスアルダー反応を起こしやすい。室温で放置すると徐々に二量化しジシクロペンタジエンに変わる。この時エンド藤体が優先する。これを元のシクロペンタジエンに戻すためには熱分解を行う必要がある。他、 無水マレイン酸など各種ジエノフィルと反応する。シクロペンタジエンはプコイコール16と炭化水素としては異常に強い酸性を示す。これは強薬塩基であるシクロペンタジエニルアニオンが 6π 強薬系の環状構造を持ちヒュッケル則を満たし、すなわち方向属性を示し、電子の非極在化による強い安定化を受けているためである。 このシクロペンタジエニルアニオンは、ペロセンをはじめとするメタロセンの配位子となる。二両体であるジシクロペンタジエンを、摂取150度以上で熱分解することで得られる。ただし、熱分解時に発生したシクロペンタジエンの一部は、周囲のジシクロペンタジエンとすぐさま、ディールスアルダー反応することで三両体を生成する。同機構による四両体以上の生成速度は遅いが、 徐々に溜まってくる。これらオリゴマーの融点は高く熱分解後の寒冷液を固化させてしまうため注意が必要である。ありがとうございます。